内閣広報室がテレビのニュース、情報番組の出演者の発言をそれこそ詳細に書き起こし、A4 で700枚にも及ぶ記録文書を作っていることが明らかになりました。テレビでの発言を官邸が日常的に監視をし、政権の意に沿わない発言については目を光らせる700枚もの文書が事細かに注目しているのは、報道番組の中身と新型コロナウイルスに対するメディアの報道ぶりです。分刻みの放送時間、ニュースの見出し、出演者の発言に至るまで文字起こしが詳細に行われている。安倍政権を継承する菅義偉新内閣は、このメディアでの介入の姿勢を一層強める方向になるのではないか。私たち日本共産党、新聞赤旗、一丸となりまして、メディアへの不当な介入弾圧に、皆さんと共にノーの声を上げ続けていく決意です。自民党公明党、国会を開かず逃亡し、コロナであえぐ、倒産にあえぐ、多くの個人事業主や、逼迫する病院の声、聞く耳持たずに暴走を続けてきた。そして闇夜に紛れて、メディアを統制し、日本学術会議の人事に介入し、皆さん、やるべき仕事間違ってるんじゃないでしょうか。徹底審議の上、皆さんの税金はコロナ対策最優先。アメリカトランプさんのために、戦闘機爆買いなんて許さないという声を一緒に広げましょう。中曽根さんのために、私たちの税金、葬式に約1億円も投入。もう本当にやること間違ってます。一つ一つを徹底的に正して、コロナにこの不安が抱えている一人一人の足立の皆さんの声に応えさせる国会をご一緒に切り開いていく決意です。